ライバル出現ってとこだな、ハグ。そうみたいですね、技術。じゃあ、そろそろ行きますよ。受け取って！渦巻きナルト、ただいま剣山。俺が来たからにはもう大丈夫だってばよ。おナルト、話が長い。たくあのバカ、あんな目立つ登場しやがって。よし行くぜ、影分身の。しまった。おい、相手の正面から術をかけようとするバカがいるか。ハク、どういうつもりだ。ザブザさん、この子は僕に。この戦いは僕の流儀でやらせてください。手を出すなってことか、ハク。だったらよ、俺だってお前を先にやっつけてやっからな。そのお面、やっぱりお前ザブザの仲間だったんだな。よっクマ、騙しやがったな。前にもそんな余裕はないぜ。できればおとなしく倒れていてもらいたかったんですが、そうもいかないみたいですね。トクン、君とはまた後で。あそこが本体か。よし、こっちだよ。どうやって。サスケくん、サスケ！よっ、助けに来たぞ。大丈夫か、サスケ。こうなったら鏡をぶっ壊すまでだ。カトン！おい、何する気だってばよ。こいつは水を凍らせて作った鏡。その程度の火力では解けませんよ。どこだ本体は。影分身の術、言わせ。畜生、何だってんだ。こんなとこでくたばってられっか。だったのに。ナルト、まだ動けるか。当たり前よ、全然平気だってばよ。ここから飛び出して外から攻撃するんだ。分かったってばよ。できるものか。負けねえ。今のでいい。もう一度やるぞ。君の思惑通りにはいきませんよ。まずは君の方から。今のはさくらの声。何かあったのか。カラシの野郎は何をしている。なんとかするってばよ。こいつ、行くぜ。後ろだ。立てるか、ナルト。これ以上は無駄にチャクラを使うな。奴の思うツボだ。決着をつけてあげましょう。何？出前よ、しつけーぞ。どこに消えた？ナルト、気絶なんかするなよ。これ以上はてめえの面倒なんか見切れないぞ。
どうやらそっちの子は限界を超えてしまったようですね。君はよく動く。けれど次で止めます。限界のはず。完全に見切った。あの両面、まさかシャリンガン。君も決定限界の力を、戦いの中でその才能を目覚めさせるなんて。ならばあの子を使い、おびき寄せる。何？対する忍びでした。仲間の死は初めてですか。これが忍びの道ですよ。許さねえ。ぶっ殺してやる。なんだこのチャクラは。手の傷が…違う。このマガマガしいチャクラはかつて…ナルト…急がねば…この子には叶いません、ザブザさん。お前は、あん時の…なぜ、やめるんです。勘違いをしている人がいます。倒すべき敵を倒さずに情けをかけ、命だけは見逃そうなどと。何が言いたいんだ。ザブザさんにとって弱い忍びは必要ない。で、あんな奴のために悪人から金もらって悪いことしてる奴じゃねえか。僕の両親です。細々と農業を営むだけの貧しい生活でしたが、僕が物心ついた頃、ある出来事が起きた。だから何が起きたんだってばよ。父が母を殺し。殺してください。納得いかねえ。
強いやつでいるってことだけがお前がこの世にいていい理由なのかよ。手を汚させることになってすみません。それしか方法はねえのか。はい。君は夢をつかみ取ってください。ごめんなさい、ナルト君。僕はまだ死ねません。